皆さんこんにちは、ワンダーグルービーです。今回はスーパーファミコンの紺碧の艦隊続きをプレイしていきたいと思います。大高さんのコメントがちょっと変わってますね。前回まではアメリカ国内において対日講和運動が盛んになってきたよっていうようなコメントだったと思うんですけども、政策が国民の支持を受けているというふうにコメントの内容は少し変わっているように思います。さて前回なんですが、クリスマス島の攻撃に向かった高杉艦隊、これがアメリカ軍の新型中央重爆撃機 B-32 フライングデビルの襲撃を受けて、なんとかこれを撃退して逆にクリスマス島を強襲するという、戦いをプレイしました。今回はその続きになります。で早速なんですが、予算から使っていきましょう。新兵器の開発、今回も新しいものは来ていませんね。なので経済投資、ハワイの基地整備、東南アジア経済圏整備、豪州への援助に均等に割り振っておきたいと思います。もうすでにですね、東方エルサレム共和国への投資、これは新型兵器の開発力に関わっていきます。あるいはアメリカの報道機関へのアピール、これはアメリカ軍の兵器の開発速度に関わってくるんですが、これらには投資済みです。なので今ご覧いただいている3つに投資していきます。ではステージに入っていきましょう。魔の三角回帰、紺碧艦隊。作戦の指令です。攻撃作戦を発令する。陽動のため第一攻略目標は復旧したパナマ。以前パナマ運河は攻撃を行って破壊していたんですが、これアメリカ軍が復旧させているので、これをもう一度破壊するという内容です。高杉艦隊は航空戦力を持ってパナマの全港門を破壊。前回はガトゥン港門だけ破壊したんですが、今回は3つある全港門の破壊が作戦目標になっています。同時に紺碧艦隊はティモン湾に停泊中のカリブ海艦隊を撃滅せよ。紺碧艦隊は大西洋側から敵艦隊の攻撃に当たるという内容です。続いて本作戦における重要な戦略拠点です。パナマ運河の3つの全港門、これの破壊。さらに飛行場、湾港施設など軍関連施設は全て完膚なきまで殲滅してもらいたい、こういう内容になっています。前回のパナマ運河の攻撃と違ってだいぶ大規模な攻撃になりそうですね。続いて新兵器の報告ですが、新しいものは開発してませんので特にありません。同じくアメリカ軍の方も新兵器の開発ないという状況です。ではマップの方に入ります。ではユニットから確認しておきましょう。まずは高杉艦隊ですね。第一戦隊ピエと霧島です。38弾残弾1ありますので、これで敵航空隊が迫ってくるようであれば撃退していきましょう。続いて母艦の除隊です。昇格随格、ここには艦載機が本式の春蘭、それに銀星と早産ですね。本式の春蘭がかなり強力なので、もうちょっと数揃えて欲しかったかなというのはあります。総流飛流、こちらも編成は同じです。それに護衛艦という編成ですね。では紺碧艦隊の方も見ておきたいと思います。紺碧艦隊はパナマ運河を通ってマップの上側、大西洋側ですね。紺碧艦隊も第一戦隊不動 E600 型の攻撃型潜水空母、艦載機一応積んでますね。ライオを積んでます。続いて E700 です。こちら艦載機は積んでますんで、魚雷による一斉殲滅攻撃また使っていきたいと思います。続いて第2戦隊ですが E500 型攻撃空母、こちらの方に艦載機が
春蘭積んでますね。2隻目、3隻目は、まあ、いつも通りなんですけども、艦載機は積んでいません。続いて敵ですが、3つの拷問、これの破壊というところで、まずここにガトゥンロック、さらにカリブ海の艦隊がいます。艦載機いますね。エンジェルキャットが搭載されているようです。で、ここにも拷問があって、ペドロ・ミゲル・ロック。これも破壊対象ですね。コロンの航空隊ですが、B24Z 爆撃。ここ多弾ロケット弾装備してるので要注意ですね。移動力が5。多弾ロケット弾の射程が2なので、行動力含めた射程というものが7あるっていうのを頭に入れておきましょう。では、これで時間を進めていきます。高杉艦隊の方ですが、航空機を含めて発艦させ、配置完了です。展開済みですね。まず航空機は優先して、噴式の春蘭、これを発艦させてあります。射程6の噴式弾、これを使ってね、敵の航空隊を殲滅していきましょう。続いて、コンペキ艦隊の方も動かしておきます。コンペキ艦隊の方は、どうだろう、コンペキ艦隊は、潜水状態で殲滅攻撃が受ける状態を常に準備しておきたいところですかね。では時間を進めましょう。では紺碧艦隊の方なんですが、敵がちょっと散らばっている、雑に散らばっているような状態なので、どうだろうな、まあ、雷撃を警戒した方がいいかなと思うので、ちょっと下がりながら敵の前衛部隊に攻撃を仕掛けておきましょうか。音響感知魚雷を打ち込んでいきます。いや、音響感知魚雷入らないかな。できればこのカリブ艦隊に当てたかったな。まあ一撃与えるんであれば、どうせ一撃与えるんだったらどうだろう、ここは殲滅作戦を行うか、もしくは酸素魚雷当てるか、いずれにしてもこのカリブ艦隊の第二戦隊にダメージが入らない。バグってるっぽいですね。ちょっとやり直しましょう。バグってるっぽいです。はい、では戻ってきました。ちゃんと今回は攻撃入るかな。入りそうですね。ではまずは最初に潜水艦の天敵でもある駆逐艦を葬り去っておきたいと思います。これで残っているのが空母だけになりましたので、このカリブ海艦隊は魚雷でね、雷撃攻撃を加えて殲滅していきたいと思います。続いて敵の部隊ですが、迫ってきているものあるので、これ噴式の春蘭で撃墜して回りたいと思います。この分身弾が本当に強いんでね、もう分身弾が弾切れにならない限りは、敵の B24 であればね、確実に撃墜できると思うので、この要領で撃墜して回ります。これでまず出てきていた敵の B24 は全部撃墜しましたので、艦隊も含めてさらに前進させます。では敵の空母、これ撃沈しておきます。もう魚雷を使っていきましょう。まあ、殲滅魚雷を撃つ必要はないんですが、せっかくなんで使います。これでカリブ海の艦隊は壊滅させました。攻略目標、そして制限などを見ると15ターン以内というのがあるので、あんまりのんびりしてる暇はないですね。なので急いで敵の攻撃に向かいたいと思います。まずは敵の戦闘機を
撃ち落としていきます。ここにいる敵の輸送船団なんですけど、輸送船団という名前なので、てっきり輸送船なのかと思ってたらですね、輸送船団という名前ですが、ちゃんと護衛として水雷戦隊と巡洋艦隊がついていたので、これ最初に落とさないといけないですね。ちょっと迂闊にもそのあたりあまり考慮してなかったんですが、これ倒しきらないと話にならないので、攻撃を開始していきまーす。久しぶりの艦隊戦ですね。だから今までは航空機対艦船、あるいは航空機部隊同士、艦船対航空機みたいな図式が多かったんですけど、久しぶりにそういう意味では艦隊戦という状況になってますね。そういう意味では魚雷も持ってくればよかったかなーっていう感じがちょっとするけど、まあ、ちょっともう今更なのでこのまま進みましょう。雷撃を受ける可能性がよってありそうですね。ちなみにロケット弾は敵の航空機にはかなり有利に働きますけど、そうじゃないものにあまり有効性はないので、航空機のロケット弾はあくまでも航空機に空対空ロケット弾として使っていきます。なので春弾は先行させます。まだまだ、その、空母艦載機の中で攻撃機は出番がないものだと勝手に判断をしてしまって、発艦していなかったので、まあそこがちょっと時間かかりそうですね。61センチのこれ新型魚雷積んでたので使ってみました。射程が長いので、敵の攻撃のレンジ外から一方的に攻撃できるっていうのは、めちゃくちゃ強みですね。ここも61センチの魚雷ですね。敵の動きですが、さらに航空機出してきてますが、まあ、飛行場の近くを旋回するような動きをしているようなので、分式の瞬弾で、レンジ外から一気に攻撃を仕掛けていきましょう。カリブ海艦隊の艦載機は大西洋側にいる紺碧艦隊の方をうろちょろしてるので、まあ、このまま潜水状態であれば、紺碧艦隊が敵の攻撃機の攻撃を受けることはないと思うので、このまま先行状態で待機させます。高杉艦隊の方は基地攻撃を含めて、本格的に戦闘に入っていきましょう。残弾が2まで減ってきてるので、一度空母に帰らせる必要があるので、空母も今後方に待機してるんですけど、少し前進させたい意味では、敵の輸送船団とその護衛の艦隊ですね。これを早めに潰してしまいたいと思います。これで一通り、太平洋側、に展開している敵の航空兵力は殲滅できたと思います。
では魚雷で沈めていきましょう。雷撃です。炭鉱に関しては爆弾を積んで、まあ、15体以内に全施設の破壊という、まあ、目標が設定されているので、まあ、そこに向けて基地攻撃を優先したいと思います。いえ、霧島の艦砲射撃、これで敵の巡洋艦隊撃破完了です。では航空兵力も周りにいないのを確認済みなので、ここからは駆逐艦巡洋艦も進出させます。正真正銘輸送船団ですね。これを雷撃していきましょう。続いて基地攻撃に入ります。銀星、早山ともに1トン爆弾を積んで出撃してきているので、1トン爆弾を存分にお見舞いしていきましょう。まずは1つ目のコムです。1トン爆弾であれば一撃破壊できますね。で続いて飛行場と湾口施設にも同じく1トン爆弾を浴びせかけていきます。飛行場と湾口施設も1トン爆弾で一撃破壊できるかどうかですね。できましたね。では同じ要領で破壊してまいります。これで太平洋側の港門や、飛行場、軍施設が破壊完了になります。残っているのが対西洋側ですね。具体的な場所で言うと、ここのガトゥーンロック、コロン軍港にコロン飛行場。この3つが攻略目標になります。ガトゥーンロックと、あと湾口施設ですね。これ破壊して、このステージクリアにしましょう。まあ、ターン数15ターンという制限ありましたけども、攻略に関しては余裕がありそうですね。なんか本当に、一手でも間違えると攻略ができなくなる、みたいな、厳しいターン数という制限ではないかなと思いました。まあ、だいぶ余裕を持って、15ターン以内攻略完了できましたね。航空機含めて多少の損害は出ましたけども、まあ、敵に比べたらだいぶぬるいかなと思います。はい。ご覧のような状況になっています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの方に引き続きよろしくお願いいたします。